ですか、なんか引いた、おお、なんでしょうか、時間予告みたいな。あおおおおおおモンスターハンターワールドでございます。こういう風に敵の状況が把握できるみたいです、このボタンで。なんで今アドショットで気絶するよとか。あ、さあで調査ポイントが今9ポイントあったので、これでマックスと、ということで、次ネルギガンで出現って書いてありますね。すげえ、このネルギガンテと戦ってネルギガンテを倒すと、あのハンターの宴の上位か、モンハンではおなじみのハギ取りラッシュ、ハギ取りラッシュ、まあ、これどちらかがもらえるということですね。この次ですね。だからなんか今回のハギ取りラッシュはあんまり行かないけど、はい、行ったらやばいって言ってましたね。いやもうね、見た目が結構派手でしたよ。僕もまだ体験してないので何とも言えないんですけど、はい、まあ、ぜひその映像も見せれたら、ね、はい、いいなと思います。さあどんな感じで始まるのかな。ネルギガンで登場となるか、なりますよね。ですね。あー、来た、かっこいい。おー、紫。調査ポイントが10ポイント貯まると、このようにネルギガンでも飛ばすとなります。まあ月下雷鳴でも何でしたっけ、前の強い竜なんでしたっけ、甘津中です、ね、出てくるけど勝てないっていうね。なかなか、なかなか。でも見てください、フォーメーションラッシュ継続期待度3つは高いですよ。これは楽しみだ。いらんいらん、調査ポイントはいらんよ、ここは。あーでも1,2,3,4,5,6 なんてマックスですね。6つのゲージを減らさないといけません。まあそれだけに報酬もでかいですよ。いけるかな。あ、ここで古竜が来た。来たー。え、めちゃめちゃいいところで来ましたよ。熱っ。多分たまたまこのタイミングで来ただけですよね。すげえ。ゲージ6つですけど、ここはモンスター同士が戦ってくれるので助かった。あ、何ですかこれ、びっくりマーク3つ、強いの引いた。強チェリーか弱チェリー。すげえな。お、一気にゲージ全部減らした。1個止まった。このクシャルダオラが強いの、なんのストックは何個あるんですか。あ、ストックはなかったんですね。え、これがストック分ですね。あ、はあ、助かった。これであとはもう普通のバトルみたいな感じですね。ホタルが導いてくれてます。これいったら確実。それはもう狩猟パートの煽りでしょ。狩猟開始のホタルがよ、こうやってモンスターとこめっちゃ見てくれてんだ。あ、田中邦衛さん。だいぶお疲れのようで、あの、トニーさん。あ、似てました。あ、よかった。すごいですね。あれですよね、北の国からでしたっけ。なるほど、ちょっとだいぶ似てましたね、今。だいぶ似てました。そうですか。はい。これはいけるね。ハギ取りラッシュめちゃくちゃ楽しみなんだけど。審査さんめっちゃ気に入ってるじゃないですか。あ、いや6号機の中でこんな面白いと思ったのはあんまなかったですね。よし、まあ、大体250ゲーム弱で、まあ、勝ちが見えていくっていうのがやっぱいいですよね。いいですね。まあコインもほとんど減ってないような状況。簡単すぎません？アイルボーナス。そっか、アイルボーナスが続くとちょっと辛くなる感じですかね。こんなに頑張ってるのにまだ名もなきハンターなんだ、称号が。あー、ちょっと怖いよ。ここで終わらせてはもったいない。
剥ぎ取りラッシュが見たいんだけど、いやーこれはいかん。おお、危ない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 、復活しました。お、危なかった。おお、外れかい。これはある、あるあるある。あ、はい、すごい。さあこれであと3分の1と1つのゲージ、どこまで蹴ってれるか。ここで、あーあー大丈夫か、ここは大丈夫か。ここでレア引いた。どうですか、よし、いった。さああとちょっと。すごいすごい。しかも気絶した。よし、攻めろ攻めろ、ここでやっつけろ。あ、もうあとこれだけ。これはいきますよ、トミーさん。どっちが見れるか。これは楽しみです。さあ、ネルギガンテ、これでトーマスとなります。イエーイ。これで調査ポイント10ポイントから登場したネルギガンテ討伐したので恩恵があります。あー、あ、こっちか。ハンターの宴の、まあ、赤バージョン、ここはフォーメーションラッシュのストックのさらにチャンスということですね。何個ぐらいいけるんですかね。何個いけますかね、まあ、もちろんここよりも剥ぎ取りラッシュですかね、あちらの方が強かったんだと思います。はい、意外とフォーメーションラッシュ乗らない。ご機嫌な音楽とこの赤い背景を楽しむステージか、乗らないですね。あらららら、なんだい、あんなに頑張ったのに。ええー、上乗せなし。マジないか。マジ、まあ、まあ下手くそってことですよね。多分普通は乗るんだと思います。もうちょっとで、どんどん頑張る。これもしかしたら2400枚取る前に1500消化する方が早いかもですね。あ、なるほど。結構スピード的には確か、でも、はい、何ゲームか過ぎたらモードが勝手に上がるって言ってました、はい、で獲得枚数が一気にグッと伸びるって言ってました、ね、だから2400いかなくても近くまでで終了するみたいなイメージはで作ったと言ってましたね。ってことはまあ2000枚ぐらいの獲得は、あ、最低見込めるってことですね、完走すれば。お、チャンス、そこは行ったでしょう。倒れた。あ、オッケーオッケーオッケー、これは行ったでしょう。行きます行きます。まあ6にしてはちょっとかかったかなっていうところですけど。そうです、まあでもハマリも300弱です。そうですね、はい、メダルって言ったら多分3、400枚ぐらいでしょう、あ、さあ今度は7を揃えて、自分で揃えたいわもう、ね、自動だったらなんかもうなんか納得いきませんよね。いや7でしょ。ああ、いった、もうスタートある。どうぞどうぞ。押しても止まらないっていうのを今検証していただきましたね。なに、いよいよ終わってしまうか。ちょっとここはあまりにも情けない結果ですよ。全然減らせず終わるのか。あーっと、終わってしまった。924枚の獲得でした。はい、まあ一応これが簡単な AT 当選から AT 消化の流れという感じで、また回していきましょうか。もちろんあの今消化した中ではお見せできなかった特化ゾーンとかね、いろんなこう演出まだまだありますので、ちょっとそのあたりがここから見れたらいいなと思います。おお、30。あ、いいですね、30、はい、30が1個絡むとそのセットはもうなんか負ける気がしないですね。だいぶ減らしますもんね、それだけで。おや、まさか、まさかですよ、トミさん。それまだ1投目でしょ。はい。おお、
ーいかんやつよ。いかいかいかん。終わったら。オッケー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 。ああ。大丈夫ですね。大丈夫ですよね。オッケーオッケーオッケー。ちょっとヒヤッとしましたけど、はい、気絶しました。もう大丈夫ですね。またまたす。またですか。しかも攻撃力アップ中やのに。まあ、まずまずあら、210枚。まあまあしんどい結果ですね。通常時はちょっと長めの周期抽選みたいな感じで打つといいかもしれないですね。この探索保証がなくなったら周期終了みたいな感じですよ。だからまあ6号機そのものがそうですよね。有利期間が始まって終わるまでが一周期みたいなもんですから、まあ、それがよりこうゲーム性を豊かにしたような区切り方になってるみたいですね。さあ、これが1周決めというか AT が終わって、まあ、最初の有利区間なんですけど、もう討伐します。簡単に討伐します。来ました。もうこれだけしかないんで、はい、決まり。簡単。どっちだ。一回アイルボーナスもやってみたいけどな。モンスターハンターワールド2回目。さああとはどれくらいの出玉を出せるか。やっぱり一撃1000枚出せたら、あ、やっぱ面白そうな台だねって思っていただけるかも。おお、スイカテンパーデルのチャンスも初めて来ましたね。ここはフォーメーションラッシュのストック。通常クエスト飛びかがちの討伐。簡単そうに見えてしまいますけどね。ゲージが3本しかないので、ここは。おお、何ですか、なんか引いた。おお、何でしょうか。次回予告みたいな。フォーメーションラッシュしょっちゅう入るのに、なんか入り方が全然違いましたよ。なんかあるのかな。フォーメーションラッシュ G とか。 G だ。あー、 G。 やっぱり入り方、入る時の演出が強いと G が選ばれたりするんですね。でさっきトミさんも一回引いてますけど、はい、フォーメーションラッシュ G は攻撃力の大幅アップということで、まあ、当該モンスターの討伐の大チャンスということですね。はい、一打一打が強いです。面白くできてますね。演出もまたね、非常に美しいし迫力あるし、見てても楽しい。音もすごいですね。そうそう、音も風もいいし、見てても楽しい、打ってても楽しいっていう、そんな台ですね。継続ないんか。あ、ありそう。ここはない。ないか。まあでもフォーメーション出したらここはストック分があります。やっぱ簡単には終わらないですよね、これね。はい、あれトミーさんがよくほらデンジャー出てきてましたけど、はい、そんな出てくるかなって正直思うぐらい簡単に倒しちゃいます。そうですね。まあやっぱ引きの問題もあるでしょうかね。なんでしょうね、なんかそういうやっぱりボードの影響は受けてると思うんですけどね、間違いなく。まあもちろん多分打ち手のあれがやっぱあるっていうことですよね。 あとはそうですね、やっぱりガチ抽選っていう部分もあるので、あとはやっぱモンスターハンターに対して私は苦手意識があるかもしれないですね。モンハン愛が足りない。愛が足りないのか相性が悪いのか。おお、赤。
味覚ですね、天才。これで2つストップ。あ、その前作とかも結構相性悪かったりしたんですか。悪かったっすね。あ、じゃあそれもあるかもしれませんね。結果でも2000枚出たがええぐらいですかね。あ、そうなんですか。あとは大体負けましたから。結構でもあれ5000枚6000枚出されてる方多かったでしょ。ですよね。その中で全然その流れがつかめなかったですね。あ、じゃあ相性があるのかもですね。はい、はい、メインターゲット達成しました。1、2、3、4、5、6、あと6ポイント。一角いいな。いや、めちゃめちゃ楽しんでます。正直トミーさんの展開はちょっと辛いですよ ね、 辛いすね。当て取るけどプラスにならないっていう。なかなか2つ目、まあ、6でもやっぱりこういう流れが全然ありえるわけですよね。そうですね、まあ、まだ打ってる時間も短いは短いですけど、お、結構この任務クエスト赤いやつも選ばれます。しかもここは3つストックしてます。これで終わらせるぜ。よっしゃよしゃよし、おいけない。あと1ポイント殺傷だマジかよ。さっきもなんかあと2ポイントぐらいの時ありましたよね。なんか1ポイントのためにゲーム数消化してコインも減らして悲しいな。あー、いましたね。さすがに。おー、しょしょし。さあ、ここも3投目クリアになりました。あと3ポイントでまたあのハンターの宴赤かタグフグラスのチャンスが来ます。さあ、まあ、あっという間にトミーさん、はい、もう時間の方も迫ってますので、はい、これラストチャンスですね。そうですね、お互い、何枚出せるかですね。いきましょう。まあ僕の方が出ちゃいますけどね。今なんか勝てる気しねえっす。お、あっさり。おい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 、嘘でしょ、嘘でしょ。え、やる気あります？何ですか82枚って、もう時間がないんでそれラストですよって言ったのに超えれなかったか。まあまあしょうがないですよね。そうですね、参ったな。それ、いやー、レア役もよ、レア役じゃない、あ、レア役か、三陸、そして気絶、簡単。え、なんでそんな終わるんですか、トミーさんの回。いやー、なんか悪いんですかね。ねえ、しかも、まあ、まずプレイヤーが悪いっていうのは間違いないですけどそうですか、そこはなんとも言えないですけど。じゃあそこから鍛えないといけないですね。はい、はい、あとちょっとで、討伐になりますけど、ここで調査ポイントが、10ポイントにたどり着きますので。すごいな。またこれでネルギガンって、すげえ、はい、ネルギガンってですね、いいな、対決します。今度はハギ取りラッシュをお見せしたい。お願いします。私の分まで、はい、トミーさんが今日全然ダメなんでさあ行きます。ああ、いいですね、コントンの剣。そいつめっちゃ強い。強いですよ。はい、気持ちいい。さあ本日2回目、もう一回コニュー乱入が欲しいな。あるいは
フォーメーションラッシュ G とかね、これ、おー、これ G 行くんじゃない。あー、かっこいい、来るのかな。お約束なんですかね。さっきも同じだったので、もしかしたらここは来るようになってるのかもしれないですね。強っ強っ、うん、さあ、あっという間にあと3つまで来ました。めちゃめちゃ楽しいんですけど、この AT モンスターハンターワールド、めちゃめちゃ楽しいんですけど、ハマる気がしない、終わる気がしない、始まる気がしない、続く気がしない。何なんだこのトミさんとの差は。はい、だから6だからって安心できないし、ね、もしかしたら6は安定するのかもしれないし、いや、こんなグラフでもいつどう跳ね返るか分かんないですからね、うん、分かんないですよね、グラフだけじゃ。でさあ、これで、はい、調査ポイント、お願いします。調査ポイント到達の恩恵を受けて出てきたネルギガンテ出現、討伐、あ、あ、そっか、ハンターの宴、まあでも一つ乗せそうですね、まずは。そうですね、一角でございます。一つ5セット目まで来る、あの狩猟5投目を目指すっていうのが一つのこうポイントになりそうですね。だいたいこの5セット目でどちらか来るので、赤のハンターの宴かハギ取りラッシュ、そしてハンターの宴の赤背景ですね、角の期待は禁物です。あんまりポンポン乗るっていう感じでもないです。上乗せは1個だけ、へこまないですね、本当にへこまないですね。ちょっとグラフを見ていただきたいんですけど、まあ、今設定6のモンスターハンターワールド売ってます。見てください、このグラフ綺麗でしょう。すごいわ。まあ、うまく、多分うまく打ててるんだと思いますけど、初めて打ったモンハンワールドの設定6がこれだったら6は出るっていうイメージ持ってしまいますよね。やりやした。さあ、狩猟6投目、まあ、獲得枚数も先ほどと似たような枚数になってきましたね。お、なんか大きなハマりはないですけど、200ゲーム台で結構当たる感じですかね。やばそう。あー、これが来たらいけないんだ。なんかこの辺りがちょっとね、あまり超えれないですね。今回760枚と、まあただ2回 AT を消化して2回ともこれぐらいの継続、これぐらいの枚数で取れたので、まあ6は早い当たりでありながら枚数もしっかり取れるという感じは受けてますね。さっきと一緒。はい、これで今有利俯瞰ランプも消えまして、終了となります。さあ、あとはトミーさんが最後どれぐらいの手玉を作られるか。さっきが80枚だったんで10倍ぐらいは出してほしいですね。はい、行ってみよう。ああ大丈夫でしょ。まだわかんないですよ。おい、あ、なんという、あ、210枚ね、同じ設定とは思えないぐらい対照的な展開でしたけれども、トミさんタイムアップでございます。はい、お疲れ様でした。どうでした。さあ、では、どちらのカメラで撮りましょうか。こっちで行きましょうか。じゃあちょっと2人入るようにちょっと聞いてもらっていいですかね。おお、あ、復活、残ってました。復活です。あのパターン嬉しいですね。でもあれはちょっと終わったと 思いきや、はい、嬉しいですね。え、倒しますよね。はい、
倒しますよね、ここで倒します。俺で多分毒でしょ。あー、いったいった。あー、オッケーオッケー。ハラハラする。いやでも楽しいですね、やっぱこういう流れになるんだと。そうですね、この終わるかもしれないドキドキ感がまたいいんですよね。これがやっぱモンスターハンターですよね。はい、ダメか、なかなかです。406枚さあ一応回してみましょう。あー、あーダメですね。さあ、というわけで時間となりましたので、実戦はここまでになります。はい、実戦終了でございます。お疲れ様でした。いやー、今日はこちらモンスターハンターワールドを初めて、はい、はい、歌わせていただきましたけれども、まあ、僕の方はそうですね、僕らしい波というか全くハマりなく、はい、まあ、出玉の方もコンスタントにこう1000枚近い獲得があって、理想的な右上がりを描いたんですが、はい、同じ設定のはずのトミさんの方なんとかマイナスっていう。まあもうちょっとゲーム数重ねたらっていうところでしょうかね。はい、そうですね。まあ、まだね、まあ2時間ちょっとぐらいの遊戯ですから。そうですね。まあそれでもこれだけのグラフを描けたっていうのは良かったし、まあトミさんの方はやっぱり AT 中こうやれなかったってなるんですが、通常ゲームのあたり見てみると1回も300を超えることがなかった。あ、そうですね。はい。というところで、あまりそうですね。まだこう登場したばかりでどこに設定差があるかとか全くわからないんですけれども、まあ今回2台とも6を打ってみた結果、300以上のハマりが1回もなかったということはもう6らしさっていうことが言えるでしょうね。あとさっき AT 中も言ったんですけど、まあ多分 AT 中の出玉性能に設定差はあまりないような気はしました。6でもしっかり枚数取れそうな雰囲気ありましたし、はい、逆にやれないとね、やれない100枚も取れずに終わってしまうということもありましたので、まあこのあたりはガチ感も強くて、ちょっとこれまでの6号機ではなかったようなこう新鮮さを味わえる機種になってるんじゃないかと思います。そうですね。はい、でもう配信されている時にはこちら気候なキセラカーニス店さんもちろんですけれども、いろんなお店に導入されていると思いますので、まあ、お近くに気候なさんを見つけた際はですね、ぜひそちらの方でこちらモンスターハンターワールド、はい、ね、チャレンジしていただきたいと思います。そしてなんか年末やるんでしょ、はい、面白いこと。このキセラ店においてもそうですね。そうですね。ちょっとリニューアルというのが、あ、リニューアル年末に画策されてるようでして、キセラカーニス店さん、はい、あれでそうで、あとなんかこの辺のエリアでまた動きがあるとかないとか、という、そうですね、まあ進展があったりなかったりとか、ええっていう、ちょっと待って、はい、聞きました今、そんな重大なことなんですか。さらっと言いましたけど大事ですよこれ。そうですね、こちら今兵庫県の川西市ですね、はい、この辺で何かがあるってことですか。そうです、今ここの気候なキセラ川西店と、気候なタウン、多田院店ですね、はい、川西多田院店、これ2店舗あるんですけども、この年末にもう1店舗点々点というところで、いやもうそれは分かりますよね大体ね、はい、それどこ見たら分かるんですか、その情報は。そのあたりはですね、まあ、エリアのもちろん店舗から、もし私のツイッターなりエリアラインからですね、はい、等々であの情報配信させていただきますので、もし何か動きがあるときは、ぜひともちょっとご登録いただきながらお待ちいただければと思います。ちょっと年末に一つ楽しみ増えた方いらっしゃるんじゃないですか。そうですね、川西エリアはバチバチ動いていくというような予定になってます。まだ具体的な内容はもちろん今日の段階では決まってないでしょうから、そうですね、あくまでも予定ということですけれども、はいはいはい、まあ、だからこそですね、年末の木子名さんの動きぜひぜひ見てみてください。よくよくチェックしていただきたいと思います。楽しみですね。さあというわけで今回はこの辺で失礼したいと思いますが、年内にはですね、あと2回ぐらいかな配信の方予定しておりますので、引き続き木子名さん、それこそそうですね、そこの、そこで遊戯しちゃったりなんかし、そっか、次の配信の時にはもっと、はい、と具体的なことを言えるかも。そこの進展のところでご遊戯し、我々が実践するなんてこともありますよね。これはちょっと次の配信どこで撮ってるのか、はい、どういった情報が盛り込まれるのか、楽しみにしておいてください。ぜひ注目いただきたいと思います、はい、はい、それでは今日はこの辺で失礼したいと思います、はい、ありがとうございました。